はい、今日はですねこのマルシンハンバーグを焼いていきたいと思います。はい、今日はですねこのねマルシンハンバーグをね焼いていきたいんですけれども、あと今回ね100均で売ってる鉄板の方を買ってきました。で今回はこのねリフター付きっていう、ここのところにこうこのもんじゃ焼きのヘラみたいなのを刺してこう移動ができるっていうねやつなんですけれど、またこれもねちょっと開封していきたいと思います。はい、でまた開けていくと、ね、中にこうもう一枚袋があって、これも開封していきます。お、で今度もう一枚ここにねフィルムが貼ってあるんですけどね、はい、またこれもね殻焼きの方していきたいと思います。はい、今度はねこのハンバーグ焼いていきます。ただねこれハンバーグね開けていきます。このマルシンハンバーグのいいところはねもうこう油がねついてるのでそのまま焼いていきます。基本もマルシンハンバーグの、ね、サイズになるとね、あ、こんだけ油が出てますね。鉄板1枚に対してハンバーグ1個ですね。はい、でちょっとハンバーグねこれだと食べづらいのでもうこの鉄板の上でね切っていきたいと思います。ちょっと早いですかね。ちょっとこれで行ってみましょうかね。うん、これぐらいでちょっとね、温まれば結構いけますね。はい、あとはねケチャップをねかけていきたいと思います。これでね
また2個目焼いていきます。